久保建英、あの指揮官に絶賛される。絶好調の日本代表ミッドフィルダーに指揮官が賛辞を送った。イマノル・アルグアシル監督は、アルメリア戦で決勝点となるゴラッソを叩き込んだ久保についてこう語った。彼はとても優秀で、とても才能があり、とてもよく働いている。彼は今シーズン、あらゆる面で成長したと称えている。ここまで9点を挙げている久保は、マジョルカに在籍していた昨シーズンも、ゴールを決めたアトレティコ戦で、2桁得点達成なるか。この前のメッシ級のゴールを見ちゃうとね、あれをあと数回決めれば、ディフェンダーは中を切らなきゃならなくなるから、今までより格段に縦を抜きやすくなる。ソシエダの王どころか、リーグの王になりそう。頼もしいチームメイトたちとどこまで久保選手が駆け上がっていけるのか、これからも楽しみです。俺がだったのか、シルバと組んでから仲間使うと自分もすごい楽になるし、チームも楽になるを実践してるところだと思う。日本人としてシルバ先生にはこれほどの才能の持ち主の久保を背中で育ててくれて感謝します。これからもシルバから多くを盗んで目指せ、世界のトッププレイヤー。いい選手を育てるには、お手本となる選手がいることが必要なのがよくわかるいい例だ。一度評価落ちてたけど、それを乗り越えてこの評価の上がりよう。こういう選手こそ我々に勇気と前向きになる気持ちをくれる。オリンピックで大泣きした姿を見て自分も思わず一緒に泣いてしまいましたが、あの悔しさが今に繋がってると思うと本当に感慨深い。カットインシュートをもっと磨いて、分かっていても止められない6点のシュート見たくなればよいね。この前のシュートはその可能性を感じた。マジョルカ時代にアトレティコ戦で上げた独走キーパーの股抜きゴールはすごかった。すごいの一言、まだまだ成長すると思いますので、期待してます。すごいよ、ソシエダのキャプテンになってもおかしくない。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。